1996年中華民国総統選挙は、1996年3月23日に中華民国で行われた総統を選出する選挙である。中華民国が先代してから史上初めて政副総統の直接民選選挙である。これまでは総統と副総統が個別に選出されていたが、今回より政副総統が統一候補となり、 同時に投票されることに変更された。1995年9月5日、中央選挙委員会は、総統選挙を1996年3月23日に実施することを決定した。与党、中国国民党は、現職総統の李党期を総統候補に、当時行政委員長であった連選を、副総統候補者に擁立した。これに対し、 司法委員長であった、林洋光と軍人で、元行政委員長だった、各白村は反発し、離党、新党の指示を受け無所属で立候補している。また、野党、民主進歩党からは、法脇都市と社長邸が、さらに元監察委員,委員長の陳利康と、元監察委員の大清司法が無所属で立候補した。結果は、国民党の李党機が、 有効投票数の半数を超える581万3699票を獲得し勝利した。台湾の指導者を台湾の住民により決定する総統直接選挙は台湾の独立に強く反対する中国の反発を招いた。民主化を進める李登輝を祖国を分断する動き台湾独立派である法明都市を 戦争を選択することになると牽制し、3月8日から3月15日にかけて人民解放軍によるミサイル演習を台湾近海で行った。この動きに対してアメリカ第7艦隊が空母を派遣するなど、両岸関係は一気に緊張した。これらの武力威嚇に対し、台湾では中国に対する反発が強まり、中国による 国家テロへの抵抗を強く呼びかけた、離登輝に強い指導者としてアピールすることとなり、離登輝への期待票が流れたと分析する傾向もある。離登輝が進める民主化政策により、1994年に中華民国憲法並びに、総統副総統選挙罷免法が改正され、総統、副総統を国民による直接選挙で選出することとなった。 総統候補は副総統候補とペアで出馬し、比較多数の候補ペアを当選者とする。また、今回から総統任期が6年から4年に短縮。連続再選は引き続き参戦禁止のままである。選挙権は20歳以上の自由地区に6ヶ月以上在住する中華民国国民。非選挙権は自由地区に6ヶ月以上在住し、 中華民国国民として15年以上経過したもので40歳を超えた時に非選挙人として登録される。ただし、中華民国国籍を回復、または帰化した者、大陸地区あるいは香港、マカオから台湾に移住した国民は、非選挙人として登録できない。立候補にあたって政党からの推薦を得るか、複数の政党による推薦が必要である。 無所属で立候補する場合は、直近の立法院選挙有権者1.5%の署名が必要。与党の国民党は、1995年8月に開催された第14回党大会で、相当候補の選出方法を議論し、林陽光や各白村など党内必主流派が主張する。 約200万人の党員投票ではなく、主流派が求める1973人の党員代表による投票で行うことを決定した。党員代表による投票の結果、現職の李党期を総統候補に指名した。李は副総統候補に行政委員長の連選を指名した。連選は立候補にあたって行政委員長を辞職する意向であったが、公認の行政委員長を 立法院が承認する可能性が低かったため、離党期は連戦の辞職を認めなかった。野党の民主進歩党は、巨信義、林義を、結城義と、法明都市が名乗り上げた。1995年6月11日に、党員投票による第1回目の予備選挙があり、法明都市が約45%の支持を集め、2位の巨、信義と共に、 党員以外の国民も投票できる第2回予備選挙へ進んだ。翌7月15日に第2回目の予備選挙が開票され72歳の方、秋都氏が総統候補に決定した。法秋都氏は立法委員の社長邸を副総統候補に指名した。法秋都氏は中国が台湾を平等に扱うと約束しない限り中国本土との貿易に反対した。 また、一つの中国政策が2.28事件に繋がったと主張したが、台湾はすでに事実上独立しているという立場を取り、中国が攻撃しない限り正式な台湾独立、宣言は不要と考えていた。さらには、本土との再統一を完全に拒否し、その考えを自殺を呼び、自滅と表現した。離島期が進める、台湾化政策に反発する。 国民党内の反理党規グループで、外省人の元監察委員,委員長の陳利スと、元監察委員の大木義鳳は、国民党を離党し、無所属で立候補することを表明した。また、反理党規グループの代表格で、本省人の林陽光と、各白村は、離党規、連戦に対立しつつ党内に残っての出馬を模索したものの、 党執行部は、野党、新党との関係を問題視し、党除名の処分を出した。結果的に、無所属で新党の指示を受けて出馬することを表明した。ありがとうございます。